こんにちは、こんばんは、つとむにきです。あけおめ。はい、今回はもう映っておりますが、水星の魔女のモビルスーツコンテナを作っていくよ。またなんでそれを作ったのって言われるやつですね。今回の制作は私の持ち機材では作れない部品があったので JLCPCB さんに 3D プリントの外注をしてみてるよ。後で紹介します。では早速作っていきましょう。まず 3D デザインはこちらになります。アニメのシーンからそれっぽい感じにモデリングしてみたよ。あ、今回動かす部分は扉だけです。デハデハ機構の説明は省いて早速現実世界で作っていくよ。 3D プリンターで部品を作成していきます。スライスソフトにデータをぶち込んで 3D プリンターに読み込ませるデータを作成します。作ったデータを 3D プリンターに読み込ませればあとは何もしなくても勝手に部品を作ってくれます。楽でいいですね、文明の利器って感じ。数時間の時を経て部品が完成しました。とまあこんな感じで部品をどんどん作成していきます。はい、次は洗浄していくよ。小さい隙間に残ったレジンを落とすために最近は超音波洗浄機を使ってます。本当に効果があるのかは知らない。洗浄できたら二次硬化していきます。一通りの作業が終わったよ。光造形で作った部品は表面処理の前にこれだけの工程踏まないといけないのでかなり大変。表面処理をしていくよ。表面処理は主にサポート材があった部分の補修作業になります。まず残ったサポート材を削るよ。後で削ってもいいんですけど邪魔だったので先にこの世から消し去ります。はい、次はへこんだ部分を修正していくよ。レジンを持って穴を埋めちゃおうって作業ですね。モデラーさんが肉抜き部分をパテで埋めるのと同じ感じ。レジンを塗ったら硬化させていきます。塗ったレジンが固まったのでまたヤスリがけしていくよ。鉄鋼ヤスリで削っていきます。たまにコメントをいただきますが一応ペンサンダーは持ってます。使ってないけど。修正用のレジンを貯めるのにコンタクトレンズの容器がちょうど良かった件。引き続きヤスリがけをしていくよ。コメントで木材に紙ヤスリつけたら良い的なご意見をいただいたので 3D プリンターでそれっぽいのを作りました。要は面が出てればええんやろ知らんけど。組み立てるよ。雑ですが塗装はしてきました。今回のモビルスーツハンガーはなるべくネジ止めはしないように作ってみてます。できました。いろいろ適当ですけど今回の本命は扉の動きなので気にしてはいけない。飛べる？踊れる？エアリアルを置いてみた。雰囲気はめっちゃ出てるし良いのではないでしょうか。お仕事中にお昼ご飯を買いに行ったら置いてたセブンゲンテールブリス。チュチュ専用デミトレーナー、通称チュチュトレーナー。割と一番のお気に入り。パステルカラーが良い。ちなみにファラクト君は大きくて入らなかったよ。悲しいね。今のは知り合いの方が作ってくれたやつです。すごいですね。さぞクリエイティブなお仕事をしてるんだろうな。はい、コンテナの扉を作っていくよ。まずモーターをぶち込みます。モーターは手持ちで一番小さい 2g サーボを使います。使ってるレジンですが歯車のある部品や機構に関わる部品はこの人性が高い、らしいレジンを使うようにしてます。ただ値段も比較的お高いので必要部品以外、今回だったらモビルスーツハンガーみたいな部品は安いレジンを使ってるよ。あと水洗いレジンは完成した後の反りがヤバすぎて使うのやめました。反りにくくて脆くない水洗いレジンがあったら教えてください。コネクタをつけるよ。まず電線の被覆を向きます。向けました。次、QI 端子を圧着します。なんやねんそれと思いの視聴者さんも多いかと思いますが、QI 端子っていうのはこの黒い四角いハウジングのやつです。電子工作勢は全員見たことあると言っても過言ではないですね。QI 端子の変わってるところは被覆を包み込むように圧着するところです。これができる圧着工具ってあまりないんですよ。そこでネジザウルスで検索した方が早いと言われるエンジニアの新商品、こちらの PA24 の出番というわけですね。圧着方法自体は普通なんですが使用する切り欠きの形が違います。新線部分はこのハートの上半分みたいなところで圧着します。被覆部分は半円部分で圧着します。カメラ越しに見てたから下手くそ。真面目に圧着しました。はい、完璧な出来ですね。まるで専用工具。被
服の圧着に関しては求愛端子が変わってるだけでハートの切り欠き部分を使う端子の方が多いです。XH とか PH みたいな感じ。電線付きのコネクタを買うしかないと思ってる皆さん、これ自分で作れるんですよ。それにしてもこの圧着がビビるぐらい綺麗すぎるな。参考にしてどうぞ。動かしてるよ。スライドするだけの簡単なやつですね。動作確認ができたので例のごとく表面処理をしていきます。さっきも見たのでバッサリカットで、また補正した部分を削るわけですが、ここで新武器を投入します。こちらベッセルさんのデンドラボールハイスピードタイプです。ちなみにこのデンドラボールは限定カラーらしく、通常タイプはダルグリーン、このハイスピードタイプはダルレッド、いうらしいですね。イヤザクとシャーザクカラー、これ最高ですね。めっちゃ作業がはかどるわ。この調子で表面処理を終わらしたよ。はい、次行こう。コンテナ本体の製作ですが、今回は外注をしてみました。外注先は JLCPCD さんです。はい、依頼したのはこの3つの部品。こんな大きい部品なのにどこもだれてなくてすごい。表面も磨いてくれてるっぽくて、サポート材の跡もほとんどないですね。こういう薄いた部品も反り具合も大したことなくて問題なく使用できそうです。とりあえず組み立ててみますか。ピタッとはまるの気持ちよすぎる。蓋をはめる部分もはめ合いの調整がしやすいように接触面を少なくしてましたが、そんな心配はいらなかったですね。 3D プリントの外注でこういう人におすすめっていうのを置いときますね。特に 3D プリンターを持っていないモデラーの方など結構相性がいいと思います。モデラーさんなら現状は光造形一択だと思いますが、先ほど説明した通りかなり手間がかかるし必要な機材も多いです。二次硬化まで完璧に終わった状態で納品されるので、プラモを買うのと同じ感じですね。ということで塗装していくよ。今回は研磨してくれてるので、私の方では何もしないで塗装します。別に面倒くさいわけで塗装しました。ちょっと青すぎたかもしれん。まあいいや。はい、扉も塗装してきたよ。青すぎるかな思ったけど、こんなもんな気もする。色はよくわかんね。組み立てて動作確認。ゴレン扉の回転部分の動きです。駆動部分はこんな感じ。無茶しやがってほんま。一つずつ閉じていくのが最高にエモい。エモくない？扉の回転とスライドを合わせるとこれですね。これはアニメのシーンが思い浮かぶ動き。あとは本ちゃんのプログラムを書いて動作確認します。毎度おなじみ PCA9685 を使ってるよ。あとはなんやかんやして完成。最高にかっこいい。ここまでやったのにモビルスーツハンガーが電動化されてないのがもったいなすぎる。このコンテナの動きが作れたらエモいし、ガンプラが映えるな思ってノリと勢いで作りましたが、大成功でしたね。やったぜ。ここまでご視聴ありがとうございました。もっといろんなものを電動化しやがれって方も、そうじゃない方もいければ、高評価とチャンネル登録コメントをよろしくお願いします。割と真面目にモチベの向上につながります。お願いします、お願いします。あ、144分の1スケールの戦術試験区域を作る猛者を募集してます。それでは今回はこの辺で、次回からオーバーフラッグの自動変形を本格的に進めていくよ。さあムーネイル。